はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日は千本桜の神髄朽木白夜使っていこうかなと思います。今回の 5.5 周年の期間限定キャラクターと、いうわけでブリーチから参戦なんですけども、これはあの千年決戦編の白夜兄ちゃんでよろしいんですか？よくわかんないですけども、なんでこんな頭巻いてんのこれ、美容院の途中なんかな、うん、お属性のバランスタイプというわけで HP19000、 攻撃2607、回復2020というわけで、 HP が19000とかいうバグってますわな、ほんまに。バランスタイプでこの HP、 2年前の体力タイプの、HP をバランスタイプが誇っていると令和なんですけども、ほんでもって必殺奥義ひとかみ千刃花というわけで、敵単体に 580% ダメージで、その相手の攻撃必殺数値の高いやつ1個ずつ吸収。一旦、攻撃 30% ダウン、決闘損得 100%、敵全体の必殺ダメ、ランダム1個解除、味方全体の友情技発動単1短縮、ランダム2個基本ダメ 50% の必殺に変換というわけで、さすが期間限定という、普通の記念よりも位が高いキャラクターですね。バカみたいな性能してますわ。580、まあ数値もエラ高いし、まあバフ数値の高いやつ1個ずつ吸収っていう、ダブルバフ吸収持ってて、なんかデバフついてて、さらには必殺ダメアップを解除して、必殺自動変換、これが決闘縛りじゃなくてイベントでも2つっていうのがかなり強いなぁと思いますね。しかも、1個につき50なんで、火力も落ちないっていう、実質必殺1個と、同じ火力なんで、火力も落ちることなく叩き出せるっていう、決闘イベントをどこでも使えますわ。んーで、友情技、ランダム1個必殺の基本ダメが 140% の、必殺に変換、ランダムプチ2個 X 最大9個変換の二次ペイントに変換、 HP14000 回復、決闘損得22万、敵単体のダメ減数値の高いやつ自身に吸収、必殺ダメアップ1個自身に吸収というわけで、すんごいね、友情技でも吸収持ってるっていうダイソンの生まれ変わりか。この友情技は決闘でめっちゃ面白いと思うんですよね。ニカルフィと組み合わせて、この白夜の友情技に、ナグモクロロジン積んで、ニカルフィの友情技にナイトメアルフィ限定ケンシロウ、イタチ積んだら、両方ともトリプルコピーできて、友情技で12個吸収が完成するんですよ。この白夜とニカルフィトリプルコピーパーティー、これきっしょいことなってるんじゃないかなと思いますね。んーで、特性が、呪いターン3短縮、裂傷ダメ6200軽減、必殺ダメ 25% アップ、自身の行動前にランダムでプチを1個、縦列ペイントプチに変換、邪魔3個、周囲7個、最大二次変ペイントプチに変換、敵に赤属性がいるとき、ターン終了時 HP2000 回復、決闘損得30万、敵に体力タイプがいるときに必殺ダメ 30% アップ、ダメ減1500、決闘損得70万、プチショット赤&ハートすべて飛ばして数かける4000固定、決闘損得1万、レジェンド召喚したターン終了時 HP3000 回復、決闘損得20万、必殺1個変換というわけで、レジェンド召喚必殺変換なんで、まあまあ疑似ダブルタップ持ちですね。あとなんか体力タイプと体力タイプで赤属性がいたらなんかバカ踊っていう、ガイ先生殺しですわ。使っていくんですけども、挑んでいくダンジョンは、ビッグマムというわけで、密かにこのビッグマムキラーとなってます。赤属性で体力タイプなんで、まあもうね、雑魚のビッグマムがまだまだ雑魚になるっていうね、悲しい状況ではあるんですけども、これで、バフがきっしょいほどかかってますんで、まあこれお兄ちゃん
まあイベントといえどかなりなダメージ入るんじゃないかなと思うんですが、演出等々見ていこうかなと思います。というわけで、僕はブリーチ千年結成編見てないんで、ちょっとこのお兄ちゃんどんな感じかっていうのはよくわかんないですけども、はい、バンダナ兄弟というわけで挽回していきまして、はい、こいつも頭巻いてんねんな。これは何なんかな、千年決戦編は頭に巻きがちなんかな、いかほど。というわけで、はーい、かっけーなー、演出かっこよくて 65,591 だけど、65,000 ですわ。必殺1個割り、固定ダメ、属性ダメ、何も乗らずに 65,000 っていうアホですわな。これで、ダブルバフ吸収してくれるっていうバカみたいなキャラクターが爆弾して、ほんで必殺自動2個変換、この必殺自動2個変換さすがに強すぎますね。あの最近はね、自動変換、まあ情報修正組で持ってるキャラクターもたらふくいるんですけども、大体はね決闘忖度なんですよ。イベントでは必殺1個しか変換されへんし、なおかつ、基本ダメージもバカみたいに弱いっていうね。まあだから必殺自動変換された必殺ではダメージ出ないっていうのが通例なんですけども、ちょっとバグってるって、225,000っていうね、バグってますわ本当に。基本ダメージ1個 50% なんで、2つで1個分なんですよね。それが通例は、決闘でも火力落ちることなく、イベントでも落ちることなく、出せるっていうのがこの兄ちゃんの強いところちゃうかなと思いますね。んーで、このレジェンドでまたね、必殺が変換されるし、まあニカルフィが登場したことによってレジェンドはほほど、発動しやすくなったんで、まあもうほぼほぼ実質毎ターンダブルタップみたいな能力になったんじゃないかなと思いますね。ニカルフィは青属性とか関係なく使えますんで、何も心配いらないんじゃないかなとは思うんですけども、クロロと今回の執念クロロとまあ比べられがちなんですけども、性能だけ見たらお兄ちゃんの方がまあ上取ってるかなとは思いますね。まあ、パーティーによってはクロロの方が使いやすいこともあんねんけど、まあまあまあ平均的に見たら、兄ちゃんの方が完全に上取ってるんじゃないかなと。ほんで期間限定キャラなんで、はい、まあ回復パーティーとか使う際にはクロロなんですけども、まあ僕は回復パーティーとかよく使うことが多いんで、クロロ注目してるんですけども、まあ兄ちゃんこれから決闘で見ること多くなるんじゃないかなと思いますね。個人的には3枠クロロ、4枠ニカルフィで使ってみたいですね。これで友情トリプルコピーなんかして、バカほどダメゲンとか吸っていくみたいなパーティー、ちょっと面白そうな、感じがしてるんですけども、ね、千年結成編ですか、はい、全くもってよくわかんないんですけども、このお兄ちゃんはすごい強いかな。兄ちゃん強いんですか。うん、何番隊の隊長やった、こいつ隊長やったっけ。まあそれぐらいの知識しかないんですけども、確か隊長さんやんな。こんだけ目立った格好をしてて隊長じゃなくてなんか雑魚扱いやったらめっちゃ笑うんですけども、この頭に巻いてんのは何なんこれ。兄弟揃って頭に巻いてんねんけどな、寒いんか。千年決戦編の舞台はシベリアなんかな、極寒の地でやっとんか挽回を。なんでこんな寒さ対策がっちり、なんかよくわかんないんですけども、兄ちゃん使っていったんですけども、まあもののごとく強いですわな、はい、使うまでもなく強いことがわかっているっていうキャラクターになってるんじゃないかなと思いますわ。はい、決闘行きましょう。はい、というわけで次決闘で使っていくんですけども、パーティーこんな感じで、まあ1枠運用が主流になるかなと思いますね。このスサノオのサスケを置いていた枠数が、まあ、白夜兄ちゃんになるっていうのが、まあまあまあ一番使いやすい使い方かなとは思いますね。はい、んーで、必殺特性でも変換できるし、自動変換も持ってるんで、
継ぎ枠でめっちゃ割れるっていう、だから耐久パーティーとの相性はめっちゃいいですね。はい、ほんで吸収なんで自身にあのバフ持ってこれるんで、まあ2枠目の火力も底上げされるっていうのが、まあこの21の強みちゃうかなと思うんですけども、高いやつなんで確定高いやつ吸収なんで、絶対に相手の戦力をそげるっていう、ランダムやったらね低いやつを持ってきてしまう可能性も全然あんねんけど、高いやつなんで、こっちパワーアップめっちゃするっていう、なかなか優秀なキャラクターになってるんじゃないかなと思うんだよね。ほんでもって、必殺変換と、はい、これで盤面に5個必殺がある状態で次のキャラに託せるっていうのがえぐい、えぐみが加速してるんじゃないかなと思いますね。ほんで今回は1枠目で使ってみたんですけども、まあ、全然ね、3枠目とかにおいて友情コピーなんかも面白いので、まあこの兄ちゃんの使い道はかなりある気がしますね。はい、まあというわけで、続きは決闘本番で。